こんにちは。チャンネルライダーヒロでございます。本日も仮面ライダーの新しいおもちゃ、商品紹介、レビューしていきたいなと思います。本日紹介するのはこちらでございます。はい。ソード仮面ライダー 01AI10、フューチャリング、ソード仮面ライダージオーでございます。ちょっとですね、今回、コンプリートセットの方がね、発売日に行ったんですけど、瞬殺で売り切れてしまって、今回はコンプリートセットの箱なしということでお送りさせていただきます。申し訳ございません。ですね、それでも一応全10種類今回しっかり用意させていただいていますので、しっかりレビューしてお送りしていきたいなと思います。今回の段はね、今見ていただいた通り、なんと仮面ライダーアーク1、こちらね、一応仮面ライダーですが、それを除いて全員怪人というとんでもないラインナップなんですよ。いやー、攻めますね、ソード。嬉しいです。こういうね、怪人とかって、皆さんもね、ちょっと思うかもしれませんが、ソードストップモーションジェネレーションズとかに使えるんですよ。怪人の立体化ってすごく嬉しいですよね。やっぱり SHB やつだと1体の単価が高いので、怪人だとなるとライダーより買う人が少ないかもしれないんで、商品化がね、やっぱ確率低いんですけど、こういうソードはね、怪人もね、しっかり立体化してくれるってところがね、やっぱ最高な魅力の一つだと思っております。はい。それではね、パッケージにね、内容物もしっかり書いてくれているんで、一気に紹介していきたいなと思います。まずは1番、仮面ライダーアーク1、ボディでございます。はい。伊豆を失ったアルトが変身した衝撃のライダーですね。アーク1、ボディですので、まずボディがついております。そして、通常の握り手。そして、開き手。こちらが付いているセットとなっております。横はそれぞれ説明書きとなっていて、上が1番。こちらも書いていますね。で、後ろは全員共通の印刷となっているので、1番の時だけ見せておきますね。このようにね、アーク1、で、アナザー01、堂々マギア、カイ、アナザーディケード、堂々マギア。こちらね、すごいラインナップですよね。はい。ということでね、2番の方行きたいと思います。2番、仮面ライダーアーク1アーマーでございます。はい。こちらの方はね、ボディとアーマーで完成するのがソードシリーズですので、こちら、マスク、そして肩、アーマー前後ろ、そして穴のない握り手。で、台座もついていますね。こちらがセットとなっております。上はこのようになっております。はい。続きまして3番、堂々マギアでございます。暗殺ちゃんの初期の頃の姿ですよね。はい、こちらもね、ちゃんと商品化でございますよ。前回の段、堂々マギア、ヒナ出ましたがね、それとはね、また全然、足の方の造形が違ったりするので、こちらね、商品化、非常にありがたいですね。絶命ライザーもついていますね。はい。こちらもね、パッケージの通り、そのまま1個で堂々マギアが完成します。非常にね、お得な内容となっている枠ですよね。こちら3番。上はこのようになっております。続きまして4番。堂々マギア界ボディでございます。堂々マギア界暗殺ちゃんがね、ラーニングし続けてどんどん強くなっていった姿ですよね。こちらがその暗殺ちゃんの最終形態と言ってもいいのではないでしょうか。こちらの方はね、堂々マギア界非常にボリューミーなね、体ですので、こちらは通常のソード仕様となっております。もちろんボディですので、ボディ。そして、開き手ついていますね。上はこのようになっております。続いて5番。堂々マギア、界アーマーでございます。はい、こちらの方はね、先ほども言いました通り、アーマーですので、まずは、マスク。このケーブルのね、状態もしっかり再現されております。すごいですね。そして、武器、肩。そして、アーマー前、後ろ。台座となっております。すごいですね。非常にボリューミーな内容となっておりますね。はい、続きまして6番、アナザー01。ボディでございます。非常にね、個人的にはね、アナザー01出てほしいなって思ってたので、ここでの商品化嬉しいです。さすがソードです。こちら、ボディですので、ボディ。そして、開き手がついております。上はこのようになっております。そして、7番。アナザー01アーマーでございます。こちらの方は、もちろんアーマーですので、マスク、そして肩のパーツ、前、後ろ、そして背中のパーツ。アタッシュカリバーも劇中で使いましたので付いております。あるとね、肩切られてましたからね。そして台座も付いております。上はこのようになっております。続きまして8番。おっと、これは興味深いですね。オプションパーツセットとなっております。こちらの方ね、パッケージに映っている通り、01自体が入っているわけではなく、このプログライズキーを持っている手首だったり、ゼラいていない01ドライバー。こんなものが付いてるオプションパーツセットなんですよ。これね、かゆいところに手が届くセットなんですよ。いいですよね。上はこのようになっております。後ろにね、一覧あるので確認していきたいなと思います。はい。セット内容、皆さんわかりますかね？まずはアタッシュアロー、引いているバージョン、そしてプログライズキーの持ち手、オーソライズの時の手首と、で、構えてる時の手首、こちらついております。シールは好きなものを貼ってくださいということで、迷いますね。で、アタッシュショットガン。そしてさらに、ライトニングホーネットのライトニングブラストフィーバー。こちらを再現するね、パーツがついております。うわ、ライトニングホーネットめちゃめちゃ好きなんでね、これ嬉しいです。総動スタッフ、やってくれますね、本当に。針が出てる足のパーツ、そして飛んでいる時の羽のパーツ、そして飛んでいる時の羽をつけるための背中パーツ、こちらついております。そして閉まっている01ドライバーですね。こちらがセットとなっております。あ、台座もついてますね。こちらがセットとなっております。これね、細かいものがいっぱい入ってるんですがね、01シリーズ集めてきた人にとって非常に嬉しいセットとなっています。怪人団ではありますが、このようにとても魅力的なものが入っているセットもあるので、ぜひね、チェックするのを忘れないようにしてみてくださいね。それでは9番、アナザーディケイドボディでございます。はい。ソード AI10 って書いてありますが、ソード仮面ライダージオって書いてありますので、そうなんです。ジオのね、キャラクターも今回ラインナップされております。まさかのアナザーディケイド、ついにラインナップです。いや、びっくりしました。商品化さすがにね、非常に難解なデザインをしているので、無理かなと思ってたんですが、いやー、ソードやり上がりましたよ。いやー、もう本当に熱い信頼ですね。はい。アナザーディケイド、スウォルツですよ。ね、マッシブなボディ。そして、手首。こちら、開き手しっかりついております。はい、最後10番。アナザーディケイドアーマーでございます。はい、こちらアーマーですので、マスク。そして、アーマー前、後ろ。そして、肩。そして、この腰の部分のパーツ。こちらもついております。そして、台座です。上はこのようになっております。はい、これでね、一応パッケージ内容物、全10種類紹介させていただきましたので、これから組み立て、シールの貼り付けをさせていただいて完成したもの、しっかり一つ一つ紹介していきたいなと思います。仮面ライダーはいつだってどんな時だって君のそばにいる。お前を止められるのはただ一人、俺だ。はっ。そしてこの俺も。この動画はチャンネルライダーヒロの提供でお送りします。はい。ということで完成しました。ですね、組み立て貼り付けの完成までにかかった時間はだいたい1時間半ぐらいですかね。今回はちょっとね、怪人のね、キャラクターがすごく多かったので、その分ね、細かい部分がシールだったりもしたので、結構シールの貼り付けに時間がかかりました。ですね、まとめてシールを貼り付けたり、組み立てたりする際は、お時間参考にしてみてください。それではね、まず1番、2番から完成した商品。紹介していきたいなと思います。まずは1番2番で完成した仮面ライダーアークワンでございます。はい。うおー、かっこいいですね。すごい。この立ってるだけでこの威圧感。恐ろしいですよね。アークワン、早速のフィギュア化です。すごいですね。非常にアークワンシールが少なくて作りやすかったです。しかもこのプロポーション。このクオリティですよ。非常に綺麗にできています。このね、マスクの部分、白の部分はすべて塗装で、目の部分、この両目の部分はシールでございます。目のね、モールドの部分を再現するためにはやっぱりシールのね、印刷が必要だと思うんで、しっかりかっこよく仕上がっております。で、アーマー部分はなんとすべて塗装。ドライバー、そして白のライン。こちらもですね、シールとなっております。肩のこの白のラインもシールです。それのこの黒の部分ですね。ここもシールでございます。非常にね、最初も言った通りシールが少ないので作りやすかった上にこのかっこよさですよ。アークワンね、非常におすすめです。ポージングもね、もうほんと、こう下向いて立たせるだけで、ね、アルトの悲しみに溢れた表情を再現できるっていう。いいですね、アークワン。パッケージの時にも確認しましたが、アーク1には台座、そして、握り手。で、穴のない握り手。こちらもついております。はい。ということで、1番、2番、アーク1でした。続きまして、3番、堂々マギアでございます。はい。暗殺ちゃんの初期の姿。こちらもね、商品化ということで。ちょっとね、暗殺ちゃん周りシールがすごく多かった記憶があります。シールの部分はね、この目の周り、ヒューマギアモジュール。で、赤のライン。こちらもですね、手の部分。で、絶滅ライザー周り。で、この足の赤の部分。そして、つま先ですね。こちらすべてシールでした。なかなかシールの貼り付けに時間かかりましたがね、この堂々マギアに関しては、1個でこのフィギュアが完成してしまう。ちょっとね、お得な枠なので、このシールの多さは、まあ、仕方ないのかなっていう感じですね。やっぱりね、怪人とはいえど、立体化は嬉しいですね。このようにね、シールを貼り付けることでさらにクオリティが上がります。続きまして、こちらも暗殺ちゃんですね。堂々マギア、怪でございます。暗殺ちゃんとも言えますし、チェケラとも言えますし、堂々マギア怪、すっごいボリューミーなんですよ。ジンのフライングファルコンと同じく、やっぱ仮面ライダー01のね、序盤を彩った重要なキャラクターの一人だったんでね、商品化、嬉しいですね。ちゃんと武器も付属している上で、で、シールも堂々マギアとね、ほぼプラス、腕だったり肩だったり、ヒューマギアモジュール周りですね、こちらだったり目の部分。だったりはシールで再現されております。ひび回りの部分、間質パーツとなっております。はい。4番、5番、堂々マギア怪、紹介いたしましたので、続きまして、6番、7番、アナザー01でございます。はい、こちらもね、商品化嬉しいですよね。こちらね、マスクの方はフル塗装となっております。で、羽の部分、ボディ周り、で、ドライバー周りだったり、文字の部分。で、アタッシュカリバー。で、足の部分ですね。こちら、シールとなっておりますが。見てください。結構クオリティ高いですよね。ちょっとね、足のこの奇妙な感じだったり。で、体全体のね、凹凸だったりもしっかり造形して再現されております。またね、アタッシュカリバー、劇中でも使用したのがちゃんとついているので、アクションポーズもしっかり取らすことができます。ありがたいですね。アナザー01は、開き手もついております。続いて、オプションパーツセットでございます。こちらもね、しっかり紹介していきたいなと思います。はい。こちらね、ついていた台座にすべてガチッとね、置くことできるんですよ。一応ね、一つ一つ紹介していくと、01のね、この手首ですね。これとこれです。01の手首、そしてライトニングホーネットの足。こちらね、プログライズ機、ちゃんとセットされているバージョンなんですよ。で、アタッシュアローも引いているバージョンちゃんとついております。そしてライトニングホーネットの羽ですよ。こちらもついております。01ドライバー閉じてるバージョンもあるので、いろんな、そのポージング、シーンだったりを再現するのに、非常に有効に使えるセットですよね。今までね、こんな風に集めていたと思われる過去の01たちのフィギュアに、ぜひセッティングして楽しんでみてください。はい、ラストは9番、10番、仮面ライダージオシリーズから、アナザーディケイドでございます。はい。スウォルツまさかの騒動化ですよ。まがまがしいデザインですよね。ディケイドのアナザーライダーです。後ろはこのようになっております。で、スカートパーツをね、間質パーツとなっております。こちらもね、なかなかシールが多かったんですが、マスクだったり、このね、緑のラインだったり、この肩のラインですね。足回りだったり。本当にね、この時期になってまさかアナザーディケイドが出てくれるとは思いませんでした。いや、でも嬉しいです。アナザーライダーね、ちょこちょこ騒動やってくれてたんで、もう打ち止めになっちゃったのかなと思ったんですけど、やっぱこのね、重要なキャラクター、アナザーディケイドに関してはしっかり商品化してくれて嬉しいですね。はい、ということで、全10種類ね、ざっと紹介させていただきました。今回もね、ラインナップが多いので、ささっとではありますが、全体ね、いろんなポージングをさせたりして、写真を撮って、皆さんにお届けできたらなと思います。ポージングの参考や、写真を撮る角度など参考にしてみてください。それでは、どうぞ。はい。ということで、ちょうど仮面ライダー 01AI10 フューチャリング仮面ライダージオ、いかがだったでしょうか。仮面ライダー01のね、騒動としては、本弾が最終弾となりました。今年も仮面ライダー01のね、1年間、騒動もね、楽しませてくれたのではないでしょうか。最後にね、こんな怪人の弾が出るだなんて思いもしませんでした。ほんとびっくりでしたね。怪人のフィギュア化っていうのは今ではなかなか珍しいので、ありがたいことに違いはないですよ。本当に。やっぱり敵がいてこそのね、フィギュアって戦わせたりするシーンだったり、映えたりするんでね、商品化本当に嬉しかったですよ。商品化に感謝ですね。それでね、やっぱ01のね、こう、おもちゃが、一般販売でね、こう減っていくのは寂しいなっていう気持ちもありつつ、次の弾ね、新たな一弾、仮面ライダーセイバーのね、弾も楽しんでいけたらなと思います。やっぱりね、騒動とはチャンネルライダーヒロー、切っては切れない縁だと思うので、これからもね、騒動しっかり応援していきたいなと思います。本日の動画よろしければチャンネル登録、サムズアップの方よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。チャオ。